ユナイテッドネーションズオブアースにお住まいの皆様、ごきげんよう。大統領のあやめだよ。我が国は着実に国力を蓄えている。軍備の見直し、惑星施設の見直し、入植候補地へのテラフォーミング、研究項目の優先度設定、科学力が向上したことで希少な研究も行いやすくなった。みんな、私たちと一緒にさらなる高みを目指そう。改めまして、ご視聴ありがとうございます。大統領補佐 AI ロボ犬ウプ主の月葉です。ジャンプドライブとはいい研究を引きましたね。激レア研究を示す赤色だったし、他の研究は繰り返し研究ばっかりだったからね。紫色や赤色はレア度の高い研究だけど、最近はよく出てくるようになったよ。あれですね。ソシャゲによくあるボックス形式ガチャの最後に高レアキャラが密集しているやつ。ガチャの中身と枚数があらかじめ決まっているので、安心感がありますが、結局高レアキャラや目玉キャラはほぼ底引きになるの。本当に闇が深いです。いや、 AI ロボ、何の話してんの？大統領、しばらく前に着手していたテラフォーミング作業が完了した惑星があるようですよ。ダバッサの惑星と、太陽がもたらした二つ目の楽園、火星だね。早速入植しよう。まずは人類の夢、火星だよ。火星が緑と水の惑星になっとるー。赤く光る星ではなくなってしまったのは少し残念ですが、きっとこれから首都星の郊外性的な立ち位置で発展していくことでしょう。もう一つテラフォーミングが完了した星は、ダバッサ星系の惑星だね。没落帝国のすぐ隣の星系なので少し不安のある立地ですが、非常に多くの星があり、資源が豊富なんですよね。このダバッサ星系には、これを含めて3つの居住可能惑星があります。同じ時期にテラフォーミングを開始したもう一つの惑星は、まだ完了してないっぽいね。地表の放射能を除去する必要がありますから、他の惑星より時間がかかっているようです。私、この星をリゾート惑星にしたいんだよねー。場所的に国の真ん中あたりだし、核戦争で一度滅びた星だから平和学習にもなる。ユナイテッドネーションズオブアースの学生が修学旅行で必ず訪れる場所になりそうですね。ただ、不安なのは、あの星がちゃんとリゾート化の条件を満たしとるかどうかだね。あんまり星が小さすぎると、観光地にしても中途半端で面白くないし。やるからには、がっつり大規模に、惑星全体遊べる空間にしたいわけですね。テラフォーミングと入植が成功した暁には、忘れず確認いたします。大統領、ジャンプドライブの研究が終わりましたよ。また一つ便利な世の中になりましたね。ジャンプドライブ。要するに、宇宙をジャンプする技術ってことだね。ああ、やば。次の研究繰り返し研究しかない。今大統領が一番欲しい技術をご自由に選んでください。この AI ロボ、とうとう丸投げしてきたぞ。さて、今回得たジャンプドライブ技術ですが、軍用艦で使用する場合は艦船設計からジャンプドライブの推進装置に切り替えしなくてはなりません。ちなみにジャンプドライブというのは、ハイパーレーンを無視して船を指定の定型へワープさせる技術のことです。ジャンプできる範囲は有限ですし、ジャンプは船体に大きな負担をかけるので、ジャンプ後は航行速度や攻撃力が低下します。注意して使用してくださいね。はーい。全部ジャンプドライブに変更し終わったら、艦隊のアップグレードだね。船めっちゃあるし時間かかりそう。かかるでしょうね。気長に待ちましょう。大統領、とうとうこの時が来ましたよ。ロボット労働者の研究。ロボットは比較的単純な機械で、命令されたコマンドを実行することはできるが自分で考えて行動する真の知性は持ち合わせていない、と書いてあります。初級の研究なので、3ヶ月で完了しそうです。早すぎるー。心の準備が間に合わないよー。安心してください。まだこの段階のロボットは知性のない、プログラム通りに動く鉄とシリコンとカーボンの塊です。とか言っていたら、研究完了しましたね。もう?間髪を入れず次のロボット研究項目が選べます。ドロイド兵?対地上戦用ロボット?機械化するとはこういうことなのです。人がやりたくないことを機械に任せ、そうすることで生まれた余力で我々はさらに発展していくのです。なるほど。合譜の終焉?
この合府国は我々の隣人の合府国じゃありませんよ。我々の国からは遠い場所に、合府の民族が独立して作った一成形の都市国家みたいなものがあったのです。そこが攻め落とされてしまったようですね。我々の平和を祈ってくれる、平和共生心のいい国でした。悲しい現実だ。さて、先日研究が完了したロボット労働者の件ですが、惑星の建造物から新たに、ロボット製造プラントが建てられるようになっています。ロボット工場ですね。ここでロボットを作って、できたロボットが労働者として働いてくれるのか。発展途上の惑星には労働力不足が深刻なところもあるから、そういう星に優先的にロボット工場を作っていきたいね。そうですね。で、次の研究は赤色の激レア研究、人工生命か。世論調査結果では、ロボットに関して、できる研究をすべて行うべき、という人が4割で、一番多い回答になっています。ただ、裏を返せば、6割の人は、ある程度の場所で研究を止めるべきだと考えているということです。多数決の最多数派が大正義にはならない例だね。これ、多数決の落とし穴ですから気をつけてくださいね。人工生命体は、人と思って接した方がいいでしょう。少なくとも彼らは人と同じ思考と意思を持つ存在だと自覚しています。すごい悩んだけど、人工生命の研究するよ。ゲーム内時間で2ヶ月経っていますね。それだけ熟考されたのなら、私から言うことはありません。人工生命の研究を完了させることで、ロボットが高度な知能と意思を持つようになります。彼らはより高度な、人と同等の仕事を行うことができます。現在の就活戦争にさらに機械が参入してくるわけですね。ものすごい速度でロボット技術が発展していますから、人々がついてこれているか不安です。大統領と国民の皆様に、前回の世論調査結果をお知らせいたします。ロボット技術の研究について、できる研究をすべて行うべきが一番多いけど、AI ロボが言った通り、逆に考えればできる研究をすべて行うべきではないって人が6割なんだよね。でも、研究をどの程度まで進めてもいいかって妥協点は人それぞれ違うだろうし、結局みんなが納得できる場所で止めることは不可能だと思うから、行けるところまで行こうと思うよ。メタ的になりますが、せっかく実況を撮っているのだからやれることはやっておこうと思った、という理由もあります。次の、準知的生命体への対応、要するに彼らを知性化するか否かに関する意見は完全に割れてしまっているんですよね。知性化して市民権を持つ国民になってくれれば、国の発展に役立ってくれると思うけど、生物の進化に手を出す神みたいなことをやってもいいのかって葛藤だね。農作物や虫や動物、果ては人自身の遺伝子を操作してきたのに、準知的生命体相手だけはダメだというのもおかしな理論だと思いますけどね。植物や動物は科学上はものだし、人の遺伝子組み換えは同意の上でやったことだけど、準知的生命体はものじゃないし、同意も得られないから。なるほど。まあ、この件についてはしばらく保留にしておきますか。知性化の方法や技術に関する研究はすでに終了していますので、あとは必要を感じた時に実行するだけです。道徳的、宗教的な抵抗感を除けば、特にデメリットもないでしょう。了解だよ。それでは、今回はここまでです。今回も最後までご視聴、ありがとうございました。バイバイ。